椿ファクトリーの尾形理沙です。さあ、パカリンピック、パカリンピックですよ。パカリンピックね、お菓子作りとかって分量をぴったりにしなきゃいけないらしくて、だからそのちゃんと測らなきゃと思ってやってるんですけれども、まあ、大体最近目分量でやってしまっているので、ちょっとぴったり測れるかどうかは分からないんですけれども、いつものお菓子作りな感じで頑張ってぴったりできたらいいなと思います。最初の競技はじゃん、4番よし、行きます。用意スタート。まだですよね。うん、こんなもんでしょう。おお、でも意外と、あ、全然だった。え、すごい、これ320ぐらいありますね。ほうほう、なるほど。はい、15秒かな。いきます、よーいスタート。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15。結果は惜しい、 15.54。ちょっと途中であれですね、考えて伸ばして時間をゆっくりにしちゃったのがあれでしたね。はい、123g。ちなみにこれが 100g ぴったりだそうです。だからこれよりは絶対重い方がいいってことですよね。結構重い。全然だよね、ちょっと、これぐらいじゃないでしょうか、 100g が。もうちょっとってことかな。これぐらいじゃない？ちょっと多いかな。この一粒二粒でだいぶ変わってくると思うので、どうでしょう。これぐらいにしておきます。じゃあ結果を見てみますね。じゃん、あ、全然多かった。 168g でした。多かったな、だいぶ。まあ、また何か機会があったら頑張りたいなと思います。まあ、喉も潤ったし、よし、これからも頑張るぞ。バイバイ。パカリンピック、椿ファクトリーの小野田沙織です。今日はですね、パカリンピックということで、まあ、私はみんなとはレベル違いなのできっとできるでしょう。持っているものが違うので、ということで競技を引いていきたいと思います。これだ。お、3番。64cm。 また難しいの来ちゃったよ。数学得意なんだけどわかんない。 64cm だから、こっからここまでの長さをこうやってやっとけば、あ、こっからここをとりあえず今測ってみる。意味ない。あ、思いついちゃった。これダメなのかな。これダメだったらごめんなさいってやって。これダメですかね。これダメなことしてます、私。悪い顔してますね、私。だからこれでもうちょっとで60だから、もうちょっと遠くにするでしょ。はい、はい、できました。ここですね、よいしょ。こっからここが64cm です。え、この銀のとこってあれですか、ゼロですか。え、使った方法が良かったのかもしれません。ぴったりでした。曲の系統違うじゃん、ずるい。
180bpm どうですか。おお、でも158だから22しか変わんない。 12？ よーい、12秒です。せーの、なー14秒でした。でも2秒しか違わないしね。多分あんなにぴったりぴたり賞を当てれるのは多分私だけだと思うので、きっと金メダルなんじゃないかなって今も自分で思っています。私を超えれるものは超えてみろ、ということでツバキファクトリーの小野田沙織でした。応援ありがとうございます。はかりんぴっく、こんにちは、アンジュルムの上隠れ萌えです。萌えです。今回はですね、はかりんぴっくということで、私はもう自信しかないというか、いろいろ測っていろいろ優勝したいと思います。これだな、じゃん。何これ、1入ってるので 180g。 私今日お砂糖の量を測ったんですよ、なんかご飯作るときに。なんでもうちょっとは、全然 200g 測ったんですけど、もうちょっとあったから、もうちょっとあると思う。でも砂糖はあれですもんね、180か、そろそろかな。でももういいんじゃないですか。最後にじゃあこれ入れときます。ででん、ん、ん、え、ほらほら、もう優勝かもしれない。 182g でした。すごーいでしょ。え、やっぱ自信しかない。じゃあ引きます。はい、おお、54cm。 これ2本つけなきゃいけないんですか、絶対。そしたらもう 10cm と 10cm でしょ、この辺かな、多いかな、わかんない。いや、10cm はもうちょっと、ちょっとこの辺かな。はい、じゃあ行きます。こうでいいんですかね、ここかな。はい、ここにします。はい、これがきっと54cm です。43.5cm でした。なんかそんな気がしましたね。この幅、ちょっと54cm じゃなかったね。はい、小学校の時にメトロノーム、私パーカッションの吹奏楽部でパーカッションやってて、メトロノームでこうカチカチカチっていうのをよく触ってたんですよ。多分自信あります。自信オリンピックということで、これが100ですか、これが100か。140とかは絶対にない気がするので、125にしときます。じゃあ答えは129。おお、まあまあまあ惜しい。126にしとけばよかった、それなら。でも結構、優勝に近い数字ですよね。ということで、私は125で129が答えだったので優勝です。自信しかないかなっていうか、もう優勝決定でいいかなってぐらい、いい結果が残せたかなと思います。はい、ありがとうございました。優勝もありがとうございました。